よお前ら、俺様だ。夜だけどそれでも太陽はボーボー燃えてますね。はい、今日はね、2020年1月26日土曜日で、最高はね、埼玉県草加市のね、八塚の、ローソンの駐車場ですね。はい、喉飴がね、舐めたくなったんで、ローソンで喉飴を買いました。ロッテのカリン喉飴ですね。はい、カリンって言うとね、昔なんか飛んでブータンだか飛んでブーリンだか、そんな名前のね、あの子供向けアニメがあって、俺様も当時子供だったから見てたんですけど、そう、それに出てくるね、なんかその、なんだ、ブータンって豚、ピンクの豚のキャラクターがいるんですよ。それの、なんか相棒みたいなやつが、女の子でカリンっていう名前でしたね。カリンババアですね。ドラえもんでいうところののび太みたいなポジションですね。のび太の服はおしっころです。はい、じゃあこれね、これ舐めようと思います。これ無編集にします。はい、カットしません。これもちょっと開けづらいんで、開けるのに時間かかります。はい。あ、これちょっと片手だと、ね、開けづらいですけど、中身はこんな感じです。それでは口を開けて、あーん、うん、カリン味のね、のど飴の味がしますね。はい、あ、これちょっとゴミ落としちゃったん、ね、でちゃんと拾います。はい、それではさようなら、ボーボー。